県内で新型コロナウイルスに新たに399人が感染していることが分かりました。また、2つの福祉施設で新たにクラスターが確認されました。県は今日午前10時までに新型コロナウイルスの検査を683件行い、新たに399人が感染していることが分かったと発表しました。このうち今のところ経路が分からないのが7割を超える295人と、依然として高い水準となっています。クラスター関連では、2つの福祉施設で今日までに入所者やスタッフなど合わせて45人の感染が確認されました。いずれもマスクの着用を徹底するのが難しい高齢者が多く入所する施設だということです。また県は療養していた1人が死亡したと発表しました。